な抵抗にあった西軍は一気火星の攻撃を断念。その夜は一晩中空砲を打ち続けて会津軍の恐怖心を煽った。こうして会津藩の一番長い日は終わる。だが会津藩の悲劇はまだ序章を迎えたばかりであった。おっ母様、さっきの話ですけど、やはりおっ母様のおっしゃった通り、その方がいいと思います。戦って死ぬなら美しいまま死ねますけど、もし敵に生け捕られるようなことになればどんな恥ずかしめを受けるか。かわいい、何も知らずに。母上、ここでいっそ優子を。タケコ、私も一緒に殺してください。
私に構わず行きなさい。この橋を会津の人々は古くから涙橋と呼んでいた。